シノン、今から時間あるか？ええ、大丈夫だけど。何の用かしら？この前一緒に大型クエストを始めただろ。あれの続きをやりに行こうと思ってさ。ああ、ロキを助けなかったあのイベントね。いいわよ、行きましょう。いた、あの見張り番ね。うん、見張り番の隣に転移スイッチがあるぞ。この前来た時はなかったよな。クエストが進行して生成されたみたいね。お前たち、よく来たな。オーディン様の元へ赴く準備はできたのか？なあ、連れて行ってくれ。わかった。だがその前に話しておかねばならないことがある。実は先日この洞窟からロキが脱走したんだ。現在アース神族総出で奴を探しているところでな。お前たちにもロキ捕獲を最優先に動いてもらうことになるだろう。オーディン様はお前たちと直接話がしたいとおっしゃっている。特別にオーディン様との謁見を許可する。ここにある移動用魔法装置で直ちにオーディン様のもとへと向かう。私についてきてくれ。わかったわ。へえ、いきなり北欧神話の主神とご対面ってわけか。そうみたいね。強き妖精たち、よくぞ来てくれた。我が名はオーディ。早速だが、お前たちには憎きロキを仕留める任に当たっておる。やつはアース神族から受けた恩恵を無下にし、我らを裏切ったのだ。このままやつを野放しにしておけば、この世界は滅びるである。何としてでもロキを亡き者にするのだ。さすればお前たちに莫大な富と力を与える。このクエストを攻略するとすごいアイテムをゲットできそうだな。そうね、オーディンからもらえるアイテムなんだから相当なものなんじゃない？でも肝心のロキはどこへ逃げたのかしら？実は先ほど使者から知らせが入った。どうやらロキは我々と私有を決するため同胞の巨人たちの元を回っているらしい。現在は奴の娘ヘルノを治める冥界に滞在しているということだ。直ちにそこに向かってロキを討伐するのだ。ああ、わかった。冥界への入り口は裏世界にある。吉報を期待しているぞ。裏世界か。よし、早速行ってみよう。このフィールドのどこかにロキがいるのね。冥界って言われるだけあって強そうな敵がうじゃうじゃいるな。そんなの全部倒せばいいだけじゃない？シノ、さすがに肝が据わってるな。キリトは前衛頼むわ。私は後衛からあのモンスターたちを撃ち抜いていくから。わかった、それじゃあ行くぞ。どうかしたの？はい、任せてくれ。一体ロキはどこにいるのかしら？さあな。ただこういう時は
大抵ダンジョンの奥の方に。シノン、危ない！いきなり何すんのよ。後ろから矢が飛んできたんだ。いや、間一髪だったな。油断してたわ。キリト、ありが…あんた、いつまで私の上に乗ってるのよ。ごめん、今どきます。本来だったらキリトも冥界の使者に仲間入りさせてるところだけど、今回は一応助けてくれたってことで何もしないであげるわ。そうか、よかった。不覚を取ったのは私だしね。キリトの背中を守るつもりが。いや、ちゃんとシノンは俺の背中を守っているさ。代わりにシノンの背中は俺が守るよ。キリト、ありがとう。ああ、当たり前だよ。それで、私の背中を狙ったやつはどこに行ったのかしら。もう姿は見えないな。追うのは無理そうだ。あいつね。まだ見えるのか。さすがエール王一の視力を誇るケットシーだな。それだけじゃないわよ。この距離から狙うのか。そんなロングレンジで攻撃したらシステムアシストが効かないぞ。それならアシストなしで当てるだけよ。ふっ。本当に当たった。ふん、まあまあね。すごい、一発で仕留めるなんて。ほら、早くロキを探しましょう。なあ。見事なものね。これで決めてやる。
穴が切れたのか。これで行きましょう。はっはっ、てりっ、回復するぜ。てりっ、回復するぜ。マナーが切れたのか。調子していこうぜ。ヘルか。そうみたいね。あれ、もう見つかっちゃったよ。オーディンもしつこいな。父上、ここは私が食い止めます。父上、お逃げください。
うん、ありがとうヘル。それじゃお願いね。奥に消えていったな。娘に任せて自分は逃げ延びるつもり？そうはさせないわ。待ちなさい。私の治める土地で好き勝手はさせない。簡単に通してはくれないみたいだな。しょうがないわね。さっさと倒してロキを追いかけましょう。
ね。こんなものかしら。まあこんなものか。少し手間取ったわね。おのれ、私を倒したとしても父上の計画を止められはしない。ロキの計画、アース神族との決戦のことか。元凶を止めなきゃダメってことね。ああそうだな。ロキは奥に逃げていった。急ごう。これを使うの。はい、回復するぜ。これでいきましょう。はい、回復するぜ。任せてくれ。ああ、ヘルは倒されちゃったのか。せっかくここまで来たのに、とんだ無駄足だったな。もう逃げられないぞ、ロキ。君たちは俺の計画の邪魔になりそうだね。ここで消しておいた方がいいかな。でも俺、平和主義者だから。自分で手を下すのとか苦手なんだよね。よくそんなことが言えるわね。戦争を起こそうと画策してるっていうのに。それは手段であって目的じゃないさ。俺はただ世界をリセットしてみたいだけだよ。何それ、新世界の王にでもなる気？まさか。ただ単に神のいなくなった世界がどうなるのか見てみたいだけさ。ほんの学術的興味だよ。ここで消えてもらうよ。多分これがこのクエスト最後のバトルだ。気を引き締めていくぞ。もちろんよ。勝負だ。ちょっと大丈夫なの？
てやる。切れたのか。はっ。マナが切れたのか。はっ。セイ。セイ。はっ。これで決めてやる。はっ。やめて。はっ。セイ。これで決めてやる。クリアだな。見かけ倒しか。これで行きましょう。君たちなかなかやるね。ようやくひざまずいたな、ロキ。オーディン、なぜここに。我が義兄弟の最後を見取りに来たのだ。いい眺めだ。相変わらず趣味が悪いな、おじさん。残念だけど、あんたに俺を殺すことはできないよ。ふん、ザレ言を。今のお前を倒すことなど、赤子の手をひねるよりたやすいぞ。それはどうかな。なんだと。消えた。どこに行ったの。皆さんごきげんよう。逃がしたか。な、これってもしかしてクエスト失敗。嘘、ここまで頑張ったのに。お前たち。はい。取り逃がしはしたものの、ロキにはかなりの痛手を負わせることができた。さすがのやつも計画を延期せざるを得ないだろう。礼を言うぞ。その功績を称えて褒美を与えよう。え、ありがとうございます。我がアース神族と巨人族の間の対立は未来永劫続くである。その対立を終焉に向かわせるには、どちらかが滅びなければならないんだ。無論我々アース神族が勝利し、この世界の平和を守ってゆくのだがな。我は来たる決戦の日に備えて、さらに兵士たちを強化せねばならない。ではな。なあ、オーディンが消えたわね。
いや、NPC なのに圧倒されたよ。もう一つのルートはあのおっさんと戦う予定だったのかな。ぜひとも手合わせしてみたかった。まったく、あんたどんだけ戦闘マニアなのよ。それはシノンも同じだろ。シノン、どうしたんだ、煮え切らない顔して。ねえ、結局ロキを倒してないけど、これでクエスト終了なのかしら。そうだろ、ちゃんとアイテムももらえたしな。そうだけど、キリト、北欧神話でこの後の展開ってどうなるか知ってる？え？ラグナロク、巨人たちと神々とは結局のところ戦うことになるの。その結果、ロキをはじめとした巨人族は滅び、神々も多大な犠牲を出し、世界は没する。結局私たちにはロキを止められなかった。そういうクエストだといえばそれまでだけど、どんなに頑張ったって抗えない運命だったってことかしらね。そんなことはないぞ。抗えない運命なんてないんじゃないか。え？よし、それじゃあ俺たちもラグナロクに参戦するか。一応ロキには勝ったし、他の奴らと戦ってもいい線いくんじゃないか。それで神様でも巨人でも相手にしてやるさ。あんたバカじゃないの？あくまでも神々と渡り合うつもりなのね。そういうどでかいイベント来ないかな。エール王全土を巻き込んで繰り広げられる戦いとかさ。運営会社にでも意見出しとけば。そうだな。今回のクエスト、シノンと一緒にやれて楽しかったよ。そうね、悪くなかったわ。それじゃ、さっさと町に戻りましょう。ああ。